第1回チーム対抗博多弁 ASMR かっこキュンキュンバージョンです。今日はキュンキュンバージョンです。はい、改めましてよかろうもんの拓也です。ゆでです。ゆろです。まさるです。そしてあいなです。みずきです。あまねです。いぶきです。ハイスクールママです。はい、お願いします。いいね、もういいです。常にいいです。はい、ありがとうございます。今日はね、あのせっかくコラボするということで、まあ、ハイスクールバンバンのみんなって、まあ、名古屋で、俺らは福岡で、福岡弁、あの博多弁喋らさせてもらってるんですけど、そうですね、まあ、はい、今日も何回かね、可愛いとか言われちゃって、違うね、博多弁いめっちゃ可愛いですよね。可愛い、本当、憧れる。憧れる。今日喋れるになります。やったで、ルール説明します、はい、ASMR マイクを使って博多弁をこう喋るんですけれども、曲でさ4曲俺ら歌ったやん、ペアに分かれて、そのペアがチームです。なので、俺といぶきくん、かまねちゃんとまさる、あいなちゃんと、ひろ、みずきちゃんとゆうだい、これはペア、はい、ルールなんやけど、2人ペアのチーム戦でも、チーム戦って言ってもなんか競うわけじゃないから、競うところがあるするとキュンキュンできるかどうか、はい、よかろうもんは、はい、まあ博多弁を喋れるよ。そうですね。だから甘くてキュンキュンする博多弁を作ります、はい、それを文法をちゃんと作ります。はい、それ作ってバンバンのみんなに説明し、あの教えてあげんと喋れんかな。なるほど、イントネーションを含めてちゃんと教えてあげます。バンバンはその教えてもらった博多弁をこのマイクに向かってキュンキュンさせてください。はい、例えばよ、シチュエーションと場所 と、どんな一言かをこう今からみんなにこう書いてもらうんやけど、うん、それを、くじで聞いて組み合わせてこれを文章を作っていく。なるほど。例えばね薄暗い学校の帰り道、シチュエーションね、薄暗い学校の帰り道って何。はい、部活帰り、はいはい、場所人が少なくなった駅のホーム、はい、あら、どんな一言、帰りたくなさそうな彼氏に向かって言う甘えた一言。あら、やだ。例えばそれを博多弁にすると電車が鳴る、カン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 、まだ帰りたくないっちゃけど帰らんといけんけん、帰っていいと。下手くない、最後に帰らんでる。素敵だね。イベックはイケボで行ってもらいます。わー、楽しみ。でね、前振りをします。なんなんな一言っていう前振りを僕らがします、イケボで。はい、ささやき。イケボで。で、その振りをした後にバンバンの相方がささやく。はい、あらー、すごい耳が幸せな企画ですね。そうこれは。でね、今から1人1個このシチュエーションと場所とどんなっていうところを紙に書いて、はい、送ってください。はい。ハッピーハロウィーン。ハッピーハロウィーン。ありがとうございます。このボックスにシチュエーションを入れてるんで。はい。いやー、これがシチュエーションですね。一枚いてください。場所です。どんな。じゃあ、そうやね。まず、みずきちゃんから、はい、読み上げてください。何それ来たの。朝早くに、朝早くに海で、海で未来に希望を持てる一言。うわー、何これ書いたの。やばこれ、むずい。未来に希望、朝早くに海で希望が持てる一言。別に朝早くなくてもいいし。みずきさん、雄大こういうの得意です。あー、さすがですね。はい、おしょう行こう。何これ。大丈夫。なんだ。修学旅行の前日に、お初めてのデートの場所で嫉妬した一言。うわおじゃあ任せとけっつうの。はい、あまねちゃん、はい、いきます、はい、卒業式の後、うわいいね、公園で、おー、公園で、おいいね、デートに誘う人、うわめっちゃめっちゃいい。よっしゃ、イベック行こう。はい、男がやるわけだね。集合時間に遅れた彼かっこ彼女が、はい、渡り廊下で、あ、プロポーズへの返答。最悪や。じゃあこれを今から、そうやね、3分でよかろうもんが考えてください。オッケー、考えるわ。激ムズっすよこれ。お願いします。赤くればいいのね。はい、できましたでしょうか。はい、はい、あらー、どう、キュンキュンする。また洗車する。博多弁満載満載。これを今からバンバンの相方に
伝授してください。ちょっと長いかな。まあでもいいよいいよ。2分間で覚えてください。はい、はい、どう相方の方は。相方美人やったー。いやね、今日はね、めっちゃ九州男じゃった。誰から行くかね、これ挙手制にしよう。もうちの部長でもいいですよ。全然いいですよ。じゃあ、どうぞ、二人。ここで、すごいおしゃれな BGM 流れてます、ね、後ろのイメージで。なるほど。めっちゃ、ギターとかのおしゃれな BGM 流れてて、ヒロがまず、イケボで言って。ヒロさんの返答すんのか、そういえば。いいですか。はい、お願いします。修学旅行の前日に、初めてのデート場所で嫉妬した、そんな一言。明日誰と班一緒なん？あの子と一緒ったい。いいな、その女の子。修学旅行の時やけんね、時だけやけんね。さすが想像。ハードル上がったね。ハードル上がった。恥ずかしい。イエーイ。どこ行きましょう。だったらいいから。じゃあ行きますか。噛んじゃった噛んじゃった。次アマネ行きたいと思います。はい、マサルアマネコンビで。よっしゃ行きなさい。よろしいですか。はい。卒業式の後、公園でデートに誘う一言。来週の土曜日花火大会あるっちゃけどさ、まだ行く人決まっとらんたい。一緒いかん？マジで？言葉が出なかった。いいねいいね。いやいいよ。ありがとうございました。いいよ。いやー素晴らしい。じゃんけんします。じゃんけんじゃんけんして勝った勝った、ま、勝った方がいこうじゃん。ルーじゃんけんぱい。おお。おじゃ。こういうの得意なんでね、かんだよ。やれてやれね。得意なんでうちのみっちゃん。希望を持つ言葉でキュンキュンしないかんけど。そうそうなんですよね。バンバンのみんなに伝えたい。うちの雄大持ってますから。いいですか。いいよ。朝早く海で未来に希望を持てる一言。明日朝も海来る？一緒に行きたかっちゃけどよか？うまっ。今のは南部の方の博多弁の素晴らしさを感じました。よかった。ありがとうございます。俺とイブックは彼女に向けて言う一言やね。そうですね。イケボで遅刻した上で成功した。問題やで問題やで。だから問題しかない。クズ男やけど、はい、めっちゃかっこいいこと言う。集合時間に遅れた彼が。ちょ彼女やった。いきなりなんかホラーチックに言われた。お分かりいただけただろうか。集合時間に遅れた彼が渡り廊下で言うプロポーズの返答。急に呼び出したとに待たせてごめんね。この前の返事したいっちゃけどさ、俺も愛しとうけん結婚してバイ。あばーめっちゃいいね。ごめんねの言い方がさバレうまかった。イントネーションエグ素晴らしい。はい、いぶきしの、ちょっと、本当に、素晴らしいでございます。素晴らしいでございます。パチパチパチ。いや、素晴らしかった。はい、ということで、ありがとうございました。どうやったもうバンバンのスキル。本当にさ、演技力まであるんかい。そうそう。表現力やっぱり。表現力な。バケボンよ、マジで。マジで、本当に。素晴らしい。本当すげえわ。でもまだみんな聞きたいと思うけんさ。はい。最後、もう俺の独断と偏見やけど、はい、てか俺の願いっていうか、わがままやけど、独裁の。最後ね、バンバンのみんなに、はい、エンディングを博多弁で言ってもらおうと、はい、思いますので、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、さよなら。癖になるとんかつ身内、刺激的麺タコマジゴマサバもつぎょうもたまき大好き、ご飯大好きよかろうも。バトゥルバトゥルバワイ。みんな最後まで動画見てくれたと？え、めっちゃ嬉しいっちゃけど。コメントと高評価もしとってね。
チャンネル登録も忘れちゃいかんけんね。愛しとうばい。ありがとうございました。愛しとうばい。